アシュバッターマンは、インドのジョージシ・マハーバーラタの登場人物。同志ドローナの息子で、バラモンの聖戦バラデバージャの孫である。アシュバッターマンは、シ芝とヤマト、カーマとクローダの半家臣として生まれた。アシュバッターマンは、七人のチラン GB のうちの一人で、あり、クルクシェートラの戦いから生還した人物である。アシュバッターマンの額には、生まれつき宝石が埋め込まれており、 これによって彼は武器や病気や空腹、神々やバーナバや羅ツの恐れから守られた。マハーバーラタによるとアシュバッターマンとは馬が鳴いたという意味であり、これは彼が誕生時に馬のような鳴き声を上げたことに由来している。アシュバッターマンはドローナとクリピーの息子である。ドローナは彼を深く可愛がった。アシュバッターマンは 他の人間と同じようにミルクを欲したが、ドローナは貧乏だったため牛を持っていなかった。アシュバッターマンは、友人から小麦を水で溶いたものを与えられて、ミルクと信じ込んで飲んだ。これを見たドローナは悲しみ、旧友であるダクシナパンチャーラ国の王、ドルパダを訪ねた。ドルパダが昔ドローナに、自分の財産の半分を与えると約束していたからだ。ドローナは王宮におき、 ドルパダに牛を求めたが、ドルパダは、友情は、立場が、対等の時にしか成立しないと言って、ドローナを突き放したため、ドローナは怒って何も手にすることなく引き返していった。ビーシマの目に留まったドローナは、以後、カウラバとバンダバの同士となった。アシュバッターマンは彼らに混じって標本を学んだ。ナーラーやナーストラを用いるアシュバッターマンハスティナープラ。 ドローナに来る王子の指南役を依頼していたため、ドローナ、アシュバッターマンは、ハスティナープラに忠誠を誓い、クルクシェートラの戦いでは、カウラバ川に着いた。ビーシュマは、アシュバッターマンは偉大な戦士だが、生命を、ことのほかに尽くしむため最高の戦士に数え上げることは、できないと評した。戦争が始まって10日目、ビーシュマは、致命傷を負い、矢でできたベッドに横たわったまま、ドローナを、 軍の最高指揮官に指名した。戦争の15日目、成功法でドローナを倒すのが不可能だと知った。パーンダバはドローナに対して関係を図った。クルクシェートラの戦いでアシュバッターマンがビーマに殺されたという嘘をついたのだ。このことを信じたドローナは絶望して武器を手放し、瞑想にふけった。無防備な状態のドローナの首をドリシュタデュムナが切り落として殺害した。 父が騙されて殺されたことに激怒したアシュバッターマンは、ナーラーヤナーストラという武器をパーンダバに対して発動した。クリシュナは、ナーラーヤナの化身なので、このナーラーヤナの武器についての知識があり、非武装のものに効果がないことを知っていた。クリシュナの指示により、兵士たちが武装を解いたことで、その武器は無効となった。ドゥルヨーダナは、再び武器を使うように促すが、アシュバッターマンは、 その武器は再び使えば使用者を殺すため、二度は使えないと答えた。恨みを抱いていたアシュバッターマンではあったが、ハスティナープラの繁栄を願っていたため、和平を講じることをドゥルヨーダナに進言した。ドゥルヨーダナは断固これを拒否した。パーアンダバイの野獣を前に芝を怪獣するアシュバッターマン18日目に、アシュバッターマンは生き残ったカウラバの戦士、クリタバルマン。 クリパを召集し、パーンダバの陣地を襲った。ドゥルヨーダナが倒れた次の夜、アシュバッターマンが眠れずに、巨木の前で座っていると、フクロウが待ち伏せして、カラスに襲いかかった。これを見たアシュバッターマンは、パーンダバに野衆をかけることを思いついた。アシュバッターマンは、パーンダバは不当なやり方で父、ドローナを殺したのだから、このような手を使っても構わないはずだと考えていた。 しかしクリパは、アシュバッターマンの、この言葉に納得せず、このようなやり方は法に戻るから止めた方が良いと述べた。アシュバッターマンは、カルバイラバを崇めていたため、時間すらも破壊してしまうこの芝の化身は、パーンダバイの野獣に祝福を与えた。カルバイラバが体内に入ると、アシュバッターマンは、剣を振り回して、眠っていたドリシュタディムナウテはじめに殺し、シカンディン、ウッタマウジャス、 五人のパーンダバの息子たち、その他のパーンダバの戦士も次々と殺していった。彼から逃れた者も、入り口で待ち伏せしていたクリパとクリタバルマンに殺された。パーンダバで生存したのは、サートヤキ、クリシュナと五人のパーンダバだけであった。アシュバッターマンは、パーンダバの野営を灰にし、後には何も残らなかった。野営を壊滅させた後、アシュバッターマンは、トゥルヨーダナに、 パーアンダバを全滅させたと報告した。パーアンダバとクリシュナは、壊滅した自分たちの陣営を見て怒り、アシュバッターマンの後を追った。最後の手段としてアシュバッターマンは、ベーダの聖なる知恵によって一枚の歯から、ブラフマシラーストラを作り出し、パーアンダバとクリシュナに向けて放った。これを見たクリシュナは、アルジュナに同じものを放てと言った。アルジュナがブラフマシラストラを放つと、 全世界が壊滅しかねないほどの衝撃が起きたため、聖戦ビアーサは両者に武器を収めるよう言った。ブラフマシラーストラは、正常な魂の持ち主で泣けば撤回できないため、アルジュナは、ブラフマシラーストラを収めることができたが、アシュバッターマンは、それができなかった。アシュバッターマンは、ウッタラーに向けて武器を放ち、体内のパリクシットを殺すことで、パーンガバの系譜を永遠にたとした。 クリシュナはパリクシットを生き返らせることを誓い、三千年の間、森の中をさまよい続けるであろう。地が体中の傷から滲み出し、苦しむであろう。お前は死を望むようになるが、死すらもお前に情けをかけることはない。お前は、もてなしや歓待を受けることはない。人間社会から完全に隔絶され、孤独に過ごすこととなるのだ。 額の宝石を外してできた傷は癒えることはない。無数の病がお前の体を蝕み、痛みや解用を引き起こす。そしてその病は3000年間癒えることはない。と告げた。アシュバッターマンは命をもって償う代わりに、額の宝石を外すようビリアーサに言われた。五人の息子たちを殺されていたドラウパディは、ドローナへの尊敬のためにアシュバッターマンの生命を見逃すことを受け入れ。 宝石をユディシティラの頭に乗せた。ありがとうございます。